女装した昭和ジーフランソワティモレオン、アベド・ショワジは、フランスの著述家、聖職者。ショアジは、パリ生まれ。彼の父は、オルレアン・コーガストンの元と、少女として働く。アンヌ・ドートリッシュと、親密な関係にあった彼の母は、ルイ14世を喜ばせるために、定期的に呼び出された。彼の母は、彼が18歳になるまで、女性のような服装を着せた。 その後、短い期間の男性の格好を経験し、彼はラファイエット夫人の間違いない風刺的な助言により、再び助走を始める。彼はモントジエコーシャルルに公的にったされるまで贅沢なミナリを楽しんだ。彼は幼少期に安倍となり、彼の贅沢によって引き起こされた貧困は彼をブルゴーニュの三世ヌ修道院での生殖録付きの生殖の地位に置くことになる。 そこで彼は、ビュシー・ラビュータンという気の合う友人を見つけた。彼は1676年、ブイオンスー・キキョウと共に、ローマ行くが、そのすぐ直後、大病にかかり、信仰への系統が始まった。1685年、小和は、シュバリエド昭和門率いる、シャムへの大使に同行する。彼は、聖職者となり、1689年に、繊維とブノアジスの優先権など、 教会制度中で昇進する。1687年、ショアジはアカデミーフランセーズ入りを果たし、数々の歴史や宗教の著述を行った。以下はその中でも特筆すべきものである。ショアジはこの他にもゴシップ的要素の強いメムワーズで記憶されている人物である。この著作には、彼が正確性には自負していないにもかかわらず、 彼の時代の著しい正確な描写を含んでいる。このメムワーズは版を重ね、1868年、ムッシュードレスキュールによって編集がされた。いくらかの立派な、ショアジの書簡は、ビュシー・ラビュータンとの往復書簡に収められている。ショアジは自分の気に入らない書き物を燃やしたとされるが、一方で大量の刊行されていない趣向も残した。この一部で、 彼の女性としての冒険を描き、匿名で用いられた、イストワールでマダムラコムテスでバーやさらに手に加えられた、ビデ・エム・エル・アブ・デ・シュワジーがある。後者は、ポール・ラクロワによって、レングレ・デュフレスの輪に返せられ、1870年に、ラクロワによって編集されアベントゥ・アデ・エル・アブ・デ・シュワジーとして刊行された。ありがとうございます。